リーグオブレジェンドチャンピオンスポットライト。今回お送りするのは、解き放たれたゾウンの激憤、ワーウィック。遊んでる暇はないぜ。早速固有スキルを紹介しよう。通常攻撃で追加ダメージ、さらに自身の体力が低い場合、同時に回復も行う。次は Q の紹介だ。体力最大値に応じたダメージを与え、同時に自身の体力を回復。また突進中に Q を押し続けると敵の背後にジャンプ。なんとこの Q、エズの E、フラッシュなどの瞬間移動にもついていく。固有スキルと Q を使えば、ジャングルでの体力維持も楽勝。バッチリだ。では W を紹介しよう。まずは自動効果から。体力半分以下の敵を攻撃すると、その敵への攻撃速度が増加。攻撃対象を変えない限り効果は持続する。体力半分以下の敵チャンピオンはマップのどこにいても血の跡を残すようになり、血の追跡が適用される。血の跡は視界外、ステルスでも消えることはない。血の追跡中の敵に向かうと非戦闘時の移動速度が上昇。W のすべての自動効果は、敵の体力が残りわずかになるとその効果が上昇する。続いて発動効果。敵の体力にかかわらず、広範囲の中で最も近い敵に短時間血の追跡を適用。発動効果のクールダウンは長いが、追跡中の敵がいなければクールダウンは2倍の速さで解消する。 W の自動効果はマップ全域を網羅する。ヨードルから逃げる敵、遠くのタワーに逃げ込む敵にも安息の血は与えない。 The beast never stops。 では続いて E の紹介だ。発動中少しの間、受けるダメージが減少。効果時間終了時、または再発動時に周囲の敵を逃げ惑わせる。 E はジャングルで大活躍。ダメージ減少でチキンの痛い攻撃もへっちゃら。では最後にアルティメットスキルを紹介しよう。指定方向にジャンプ。最初の敵にサプレッションとダメージを与え、そのダメージと同量の体力を回復。ジャンプの飛距離は移動速度に応じて増加する。ちなみにジャンプ中は妨害されないが、サプレッション中は別。 E のダメージ減少中に R でジャンプすると、敵接触時に E の遠吠えが即発動。スーパージャンプだって夢じゃない。移動速度を十分に稼いで敵のバックラインに奇襲を仕掛けよう。 Watch your back。 Q の長押しは非常に強力。ここではアムムの血の跡をたどり、スピードアップで距離を詰める。 E でひるませたら Q での反撃。フラッシュを読み、ここぞとばかりに背後へ。敵の行動を予測することが Q 活用の鍵。 W の発動効果で体力満タンの敵も追い詰めることができる。ここでのワーウィックは W とゴーストでトゥイッチに接近。 E をお見舞いし、 Q で逃げ道に回り込むと、そのまま哀れなドブネズミのキルをゲットだ。勢いだけでは勝利は訪れない。ここでのワーウィックは
ジグスを R でコテンパンにする気満々。しかし失敗。さらに体力満タンで追跡されていないグレイブズまでいたとは、無念だ。 Q と E を組み合わせ敵チームを分断。ここでのワーウィックは Q でノーチラスの背後に回り E を発動。ポイントとしてはあらかじめ E の2段目を準備しておき、 Q で敵2人の間に入ったところで遠吠え。スマートなプレイだ。ちなみに R と E でも似たプレイができる。ゼラスに狙いを定め E を準備、敵の陣形を崩せ。敵集団ど真ん中のゼラスに R で飛びつけば E の遠吠えで敵はバラバラに。あとは逃げる獲物に鼻を利かせご馳走をいただくのみ。チャンピオンスポットライトワーウィック編をご覧いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。頭撫でて。お散歩行こう。